スノーマン佐久間大介、実写映画単独出演で、狂気のストーカー、役、自分と真逆のキャラクター、に葛藤。人気グループ、スノーマンの佐久間大介が、来年公開の映画、マッチング、で実写単独初出演を務めることが決定した。佐久間は土屋太を演じる主人公、リンカ、と、マッチング、する狂気のストーカー、長山トム、に起用。自身とは、真逆、だというくらい役柄に挑戦し、トレードマークのピンクから金髪となったビジュアルも公開された。映画、ミッドナイトスワン、ネットフリックス、今和の国のアリス、など国内外で評価を高める内田英二監督、脚本による今作は、マッチングアプリによって増えた、出会い、の裏に仕掛けられた、罠、の恐怖を完全オリジナルで描く、新感覚サスペンススリラー。トムは恋愛に奥手な主人公、リンカがマッチングアプリを介して出会う、異様な暗い雰囲気を漂わせ、リンカに執拗、に付きまとうストーカー。